に梅谷守君。梅谷君、はい、昨年初当選をさせていただいた梅谷守と申します。改めてこの場に立たせていただくおかげのも、本当に私の地元である新潟6区の皆さんのおかげさまだなと、感謝の念に堪えませんし、まただからこそ、これからそのなんとか今ね、政治を少しでも良くしてもらいたい、暮らしを良くしてもらいたい、代弁者頼むぞという熱い思いを背にして、この場に立たせていただいているものと、改めて、感謝と決意をで臨ませていただいてますので、よろしくお願いします。後藤大臣におかれましては、東京都千代田区ご出身だというふうに、違うんですか、違いましたか、違う、すみません、私なんかちょっと調べたつもりだったけど間違えました。私自身は自分のことを言うようであれですけど、選挙区は新潟6区なんですが、地元がもともと生まれ育ちは東京都文京区というところでして、その中で今雪深い豪雪の地元で、今政治活動、政治家として第二の人生を送らせていただいております。その意味でぜひ、その都会に住んでた時には全く分からなかった、気づかなかった、そんなだけれども、今そこで地道に活動させていただく中で、いろんなたくさんのお声をいただく中で、本当に地元のことを、こういうことが、ここ地方があるからこそ都会があるんだ、お互いに支え合ってこそこの日本なんだということを、本当に恥ずかしながら改めて学ばせていただいておりますので、そういった感覚を持って質疑に移らせていただきますので、前向きなご答弁どうぞよろしくお願いいたします。まず私も今回この質問に立たせていただくにあたって、厚生労働省とは一体何なんだろうかと、何をやってらっしゃるんだろうということを改めてホームページで調べようと思ったら、子ども用パンフレットというのがいきなり出てきまして、それを見させていただきました。厚生労働省ってどんなところというのを見ると、厚生労働省ではみんなの生活をより良くするために、いろんな仕事、いろいろな仕事をしているよ。中略、厚生労働省の仕事は、みんなが生まれる前から、亡くなった後まで毎日の暮らしに深く関係しているんだよというふうにありました。まさに、ゆりかごから墓場まで。そしてこの言葉は、1941、もうご承知ですけれども、周知のことですけど、1941年に、経済学者の、ベバリッジによって提唱され、イギリスの社会保障制度の当時のスローガンになりました。ただ、このままでは財源が持たない、財政が持たないとして、1980年代後半から小さな政府を標榜として、スローガンとして、そこから社会保障費の削減に向けた政策がどんどん推し進められたのは周知の通りです。翻って、現在、我が国においては、岸田総理はこう述べてます。市場や競争に任せればすべてがうまくいくという考え方が新自由主義ですが、このような考え方は1980年代以降、世界の主流となり、世界経済の成長の原動力となりました。他方で、新自由主義の広がりとともに、資本主義のグローバル化が進むに伴い、弊害も顕著になってきました。だから、新しい資本主義を提唱されていると思います。こうした岸田内閣になって、我が国の社会保障制度において、安倍・菅内閣とで、異なる点は何なのか、ぜひお答えをいただきたいと思います。よろしくお願いします。後藤茂之厚生労働大臣。安倍内閣や菅内閣において、人生100年時代の到来を見据えて、お年寄りだけでなくて、子どもたち、子育て世代、さらには現役世代まで広く、安心を支えるための社会保障について、全世代型社会保障検討会議において検討を行い、必要な制度の見直しや必要な改革を行ってきたというふうに、認識をいたしております。で、その意味においては、岸田内閣においても持続可能な全世代型社会保障の構築に取り組むと、そういう姿勢で、この社会保障制度の問題にも取り組んでいるというふうに考えています。私自身の認識として、もうちょっと申し上げるとすれば、社会保障制度をしっかりと、例えば国民の所得、そして消費、そして経済の循環を支えていくためには、
分厚い中間層を支えることも必要ですし、また安心して消費ができるという生活を支えていくことも大切でありますし、そういうことも含めて今度全世代型社会保障持続可能なあり方しっかりと考えていく必要があると思っています。梅谷守君。大臣ありがとうございます。一言二言付け加えていただいて、またご答弁いただきましてありがとうございます。基本的に変わらない方向、おそらくそうなるんだろうなとは思ったんですが、ただやはりこれまでの安倍菅内閣を見ると、全部がもちろん悪いとは申し上げませんが、ただその時にやはり新自由主義的な経営効率化などなどが推し進められたことによって格差が広がったんではないか、そして孤独死や自殺など、これはコロナの影響ももちろん残念ながらあったんでしょうけれども、そういったことによって、そして自助を前面にまず押し出したことによって、弊害が深刻化したのではないかなと、だから新しい自由主義で少しでもその分厚い中間層を作るというんでしょうか、格差の是正につなげていこうじゃないか、そのためにやはりセーフティーネットをきちんと改めて確立を見直すべきじゃないかという思いも込められていると私は考えておりまして、その意味でぜひ岸田内閣から岸田総理から新しい資本主義やるから大臣これやってねこうだよという指示が何も降りてないのかどうかちょっと気に何か降りたのか気になるところですが、何か指示など降りているものなんでしょうか。その点で後藤茂之厚生労働大臣。新しい資本主義自身は総理が内閣の新しい政策の軸としてお示しになっていることで、我々も内閣の一員としてそのことにしっかり取り組まなきゃいけないということでございます。そうした中で今例えば格差の問題だとかそういうことも含めて分厚い中間層を作っていくためのいろいろこの社会保障だけじゃなくて厚生労働大臣としては雇用側の需要の側の議論もありますし、そうしたことしっかりと厚生労働大臣として自分の所管の事項の中でしっかりと全世代型の社会保障あるいは今後の新しい資本主義を支えていくための雇用政策そうしたことも含めてしっかりと取り組んでおります。梅谷守君。ありがとうございます。決して自助を前面に押し出しすぎるということでなく、またコストカットから入っていくということでなく、誰一人取り残さない社会の実現に向けて大臣に大きな期待が集まっていると思いますので、ぜひこの点よろしくお願いいたします。次の質問です。ご案内のとおり総務省が昨年の12月10日に持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドラインを中間取りまとめを発表しました。今年度中に策定するというふうな方向性だと伺っておりますが、これは総務省が策定をしていることからこのガイドラインについてどういう評価されしますかとか聞こうと思ったんですが、ちょっと聞き方を変えさせていただいて、この2015年の3月に公表された、今あるガイドラインは、改革という言葉のガイドラインに改革という言葉が使われているんですが、これが経営強化という名前、名称や目的が変わったわけなんですけれども、この点の違いについて、そしてそれをもって厚生労働省の例えば地域医療構想だったり、また働き方改革におけるタスクシフトシェアだったり、また医師の偏在是正などなど、こういったところにどういう影響を及ぼすのか、大臣としてのご見解をお伺いさせていただきたいと思います。委員長。後藤茂之厚生労働大臣。ご指摘のガイドラインについては、総務省において昨年の12月に中間取りまとめが行われたと承知をいたしております。で、公立病院についての経営強化でありますから、地域医療構想の中では、公立病院も非常に重要な位置を占めているわけでありまして、
地域医療構想の実現など、地域の医療提供体制の図るための確保をしっかりと図っていくための取り組みとして、まあ、医療機関の間の機能分化、連携強化の推進、医師・看護師等の確保や働き方改革の推進、新興感染症に備えた平時からの対応等の内容、そうしたものが盛り込まれておりまして、まあ、厚生労働省の政策の方向性に沿った内容のものであると、つまり全体としての地域医療構想の中で、まあ、公立病院を所管している総務省として、それな方向性に沿った内容だというふうに受け止めています。でそういうことでありますから、地域医療構想を進めていくにあたりまして、この公的病院、また今回のガイドラインを決めてました総務省とも連携しながら、地域の医療構想の実現のために役立てられると思っております。梅谷守君。ありがとうございます。私自身も、まあ、この名前ガイドラインとかプランの名称目的を経営強化にするということについては、評価するというとおかしいんですけれども、しておりまして、単なるコストカット、これではなくて医療や経営の質を上げることが結果的に経営強化につながるんだということを、これを一つ前面に押し出してきたの、柱にしてきたのかなというふうに受け止めてますので、それをもって医療提供の質の維持向上という視点がさらに深まって、進められることを期待してなりません。そして今大臣の方から総務省としっかり連携をされながらというご答弁いただきましたが、本当におっしゃる通りだと思います。総務省とタッグを組んでいただくだけでなくて、願わくば国土交通省など地域社会創生における関係省庁等との連携しながら、先ほどの話じゃないですけれども、ゆりかごから墓場までこの国民の暮らしに安心を構築していただくことを期待して、そして人への投資を夢削減することがされることが決してないことを切にお願いをして、次の質問に移らせていただきます。地域医療構想について、この地域医療構想についてはこれまで議論が積み重ねてこられました。そして2019年9月26日に厚生労働省は医療体制の見直しを進めるため、1455の公立公的病院の診療実績を分析し公表しました。うち3割の424病院は病床数や診療体制を見直す検証が必要だとして、翌年2020年までに各病院に結論を出すように求めました。そしたらこれを受けて、まあ、私の地元も含めてですけれども、地域からいろんな声が上がったことだと思います。不安だったり不信のお声が一気に広がりました。そこで政府は誤解を解くべくなんでしょう、このお配りさせていただいた9月27日発表したこの地域医療構想の実現に向けてというペーパーを発信しました。でこの中で、必ずしも医療機関そのものの統廃合を決めるものではありません。病院が将来担うべき役割やそれに必要なダウンサイジング、機能分化等の方向性を機械的に決めるものではないということをおっしゃられましたが、まあ、これはいわば以降コロナもあったんでしょうけれども、期限を区切ることを、区切るのはちょっと控えて、表現も若干柔らかめになったのかなと受け止めますが、そこでお尋ねします。政府は言うなれば期限は切らない、そして、地域ごとに、やってくれと、地域ごとに、理解を得てやってくれという方針に修正したものと受け止めますが、こうした理解で間違いないのか確認するとともに、地域の声を大事にすべきと考えますけれども、大臣のご所見をお伺いします。委員長。後藤茂之厚生労働大臣。地域医療構想は、人口構造の変化を踏まえまして、地域の医療ニーズに合わせて、質の高い効率的な医療提供体制の確保を目指して行うもので、ございます。そういうことでありますから、今委員がご指摘になりましたそれぞれの地域の実情、それから意向というものを踏まえた上で、その地域の医療資源に即したものをしっかりご議論いただいて作っていくということが重要であるというふうに考えております。ご指摘のように公的病院の見直しを、まあ、ある程度こう一定の前提を明確に明示した上で、
そして、整理をした数字を、ちょっと唐突感のある中で発表いたしましたので、全国の公的病院の関係者や地域の関係者には、さっきおっしゃられたダウンサイズングだとか病院の統合にそのままつながるのではないかというご不安の声が上がったのは事実だというふうに思っております。ただ決してそういうことではないということをお話をいたしました。地域医療構想自身については、2025年にまとめていくという方向で今作業を進めておりますけれども、あくまでも地域の皆さんの声をしっかりと聞いた上で、地域の資源や地域の医療状況に合った形でルール先にありきとか数字先にありきということではなくて、地域医療構想をしっかりと検討していくべきだと思っております。梅谷守君。大臣、ありがとうございます。率直なご答弁いただきありがたいと思っております。総務省が取りまとめ中の新しいガイドラインにも引き続きこの住民の理解という文言が載ってて、ここには医療機能の見直しには住民の理解が必要であり、そのための取り組みが求められると。で、今進んでいるこのまだあるガイドライン、昔のガイドラインと言っちゃいますかね、その中でももちろん住民の項目としてこう書かれているんですが、ここでは結果的に地域全体として適切な医療を提供できないことを理解し合う必要があり、そのための取り組みが求められるという書きぶりになっているんですね。でだいぶこれが削減され、これからどういう最終取りまとめになったらどういう姿になるか分かりませんけれども、この一文が入る入らないというのはまた一つ大きいのかなと注視をしているところなんですが、いずれにしても大臣が今住民の理解はとても重要というふうに私も受け止めさせていただきました。地域住民の理解なくして地域医療構想の実現なしと私は考えます。しかしながら新潟県では地域ごとに開催されている地域医療構成調整会議について専門家や行政などだけで市民が入ってないんですね。そしてまた会議も公開されていないんです。市民不在ではないかという声が私のところにも寄せられているんですが、少なくとも会議は公開にして傍聴すべきするよできるようにするべきだし、また可能であれば住民代表を会議のメンバーに加えるべきであり、こうしたことにも予算をしっかりとつけるようにするべきと考えますが、大臣の見解をお伺いします。後藤茂樹厚生労働大臣。地域医療構想については各都道府県において、地域の実情を十分に踏まえつつ地域住民の理解や協力を得ながら進めていただくことが重要であるというふうに考えております。こうした観点から厚生労働省では地域医療介護総合確保基金によりまして、各都道府県に対して地域住民等を対象とした地域医療構想に関する説明会等の開催経費を支援しているところでございまして、今後とも必要な支援を行ってまいりたいと思います。梅谷守君。それは分かっているつもりなんですが、その上でその会議体も含めて市民の方や、いや市民の代表の方にきちんと出ていただいて参加を招集をつけて、そして、意見を聞いていただいて受け止める、そういうこともすごく大事だと私は思っておりますので、ぜひその点政府からもご注目をしていただいて、都道府県のあくまでも采配かもしれませんけれども大事なところですし、総務省のガイドラインもしっかり、厚生労働省の中でもそういう今大臣のお話の通りだとするならば、住民の理解を得るべく今まで私が申し上げたことをぜひご留意のもと進めていただければと思います。で、私の地元では新潟県で県内で再編求められている県立病院のうちが3つがあるんですね。県立柿崎病院、県立妙高病院、そして県立松台病院。また私の地元では新潟県内でも過疎僻地がすごく多くて豪雪地でもあるんです。で、先日東京都内では雪が降る降るということで一大イベントのようになってましたけれども、私の地元ではもちろん微々たるものでして、例えば十日町市では195センチとか、津南町ではもっととか、豪雪地には豪雪地ならではの事情があることはもう言うまでもありません。例えば豪雪地で医療を営むとなると、その駐車場を除雪するのもすごい金かかるし、お金かかるし、また
除雪費などなどにかかる燃油代、また地域によっては看護師さんなり医療従事者の方々が駐車場なりに時間通りになかなか行きづらくなるとか、その家を出勤するために家を出る1時間ぐらい前から除雪をしなきゃいけないとか、もういろんな見えざる雪国ならではの負担がたくさんあるんですね。でそこでぜひ提案も含めてご尋ねしたいんですが、こうした豪雪に関する配慮も盛り込むなど地域医療構想の内容の見直しも検討すべきと思いますが、大臣のご所見をお伺いします。後藤茂之厚生労働大臣。各地域においてはそれぞれ大変大きな事情があると思います。で豪雪地帯の場合、交通の状況も、冬豪雪になればいろいろ前提条件として、考慮しなければならないことは あると思います。そういう意味で、各地域において豪雪地帯の交通の状況などそれぞれの実情を踏まえつつ、しっかりとご議論いただいた上で、取り組みを進めていただければというふうに思います。梅谷守君。2020年度の病床機能報告によりますと、これも社会に説法ですけれども、全国では公立公的病院の全医療機関に占める割合は約 13%、 一方新潟県は約 34% と都道府県の中で最も高いんです。最も割合が高いんです。そしてまた新潟県では公立公的病院のうち半数以上の22病院が再編統合の基準に該当していて、これは県全体に対する割合 53.7% で、都道府県の中でこれも最も高いんですね。公立公的病院の割合が高い県ほど、この地域医療構想の及ぼす影響は特に大きくなるということは、私はそうなるんじゃないかなと思いますが、こういったことでもう一度お尋ねしますが、改めてこの今、総務省でのガイドラインの改定も策定中ということで行われているわけですから、今一度この地域医療構想の見直しを大臣の号令の下で行うべきではないかと思いますが、この点いかがでしょうか。後藤茂之厚生労働大臣。地域医療構想、ベッドの機能をどういうふうに考えるかとか、あるいは病院間の機能分担をどう考えていくかとか、そういうことについてはやっぱりその地域の実態に合わせて、そしてもう一つ言えば全体としての医療の機能強化につながるような形で進めていく必要があると思います。でもちろん今新型コロナウイルスの感染等もありまして、そういうその感染症有事にどういうふうに対応していくのかとかいうことも含めて、今後公的病院も含めた地域の医療体制の機能をどう連携していくかということをしっかりと地域の事情に合わせてご検討いただければというふうに思っています。梅谷守君。ありがとうございます。私自身はやはりコロナの状況もありますし、だいぶこの中間取りまとめの中身を見ても赤字、追記するところ赤字になってまして、これがだいぶ増えてるわけですから、今一度とらわれすぎずに見直すべきところは地域医療構想としても見直されてもいいんじゃないかなということを申し添えて、次の質問に移らせていただきます。今ほど新潟県の公立公的病院の割合が全国で一番と申し上げましたけれども、もう一つ切ない一番があるんです。それは配布資料にありますように、医師の偏在丸3ご覧ください。2036年時点の不足医師数予測がマイナス1534人と47位、全国のダントツの最下位なんですね、新潟県。この原因として考えられるのが、試験なんですけれども、富山、石川、福井の北陸3県の面積と足した面積と新潟県の面積はほぼ同じにもかかわらず、一つの県につき医学部一つの、現時点での文科省方針から北陸3県には医学部3つある一方で新潟には1つしかない。しかもその医学部の場所が県内の、偏ったというか県庁所在地にあるわけなんですね。こういうこともあるんじゃないかと思います。もちろん資料、医療の偏在1、2をご覧いただいたら分かるとおり、全国的に見てもこれは医師の偏在は問題で、さらに言えば
診療科の偏在も課題であることは言うまでもありません。そこでお尋ねしますが、新潟県のこうした地理的要件や豪雪人口分布などの地域事情などにどうかご理解とご認識を深めていただいて、新潟県への臨床研修医の定員上限を優先的に配分すべきと考えますが、見解をお伺いするとともに、併せて私の地元である上越市、妙高市、糸魚川市、十日町市、津南町、ここも本当に医師不足に大変悩んでまして、まあ、これは県が所管で考えるべきところなんでしょうけれども、ぜひその優先配分を行っていただきたいんですが、何かいいお考え、アイデアなどあれば、お知恵をお借りしたいとのすがる思いでお尋ねをさせていただきたいと思います。後藤茂之厚生労働大臣。臨床研修医の定員については、国において都道府県ごとの定員数を定めることといたしております。で、その際に、研修医が集中する都市部の都道府県の定員を圧縮しつつ、新潟県も含めてでございますが、医師が少ない道府県の定員を加算しているところでございます。臨床研修病院ごとの定員については、これは各都道府県において、地域の実情等を十分に勘案していただいて、適切に配分していただくことが重要であるというふうに考えております。医療確保対策に関する関係者間の協議調整の場である地域医療対策協議会の意見を踏まえて、設定をお願いをしているところでございます。厚生労働省としては、地域における医師の確保に資するように、医療審議会、医師臨床研修部会において、臨床研修医の定員配分の在り方に関する議論を行っているところでありまして、引き続き、先ほど申し上げたようなことを踏まえて、必要な取り組みを実施してまいりたいと思います。梅谷守君。ありがとうございます。時間も押してきましたので、ちょっと次の質問なんですが、新潟病院協会法っていうのがあるんですね。その第156号の令和4年1月号なんですが、これちょっとこの中に新潟県病院協会の副会長の川島先生、長岡赤十字病院の院長先生なんですが、このちょっと読み上げさせていただきます。2022年度の県内臨床研修マッチング数は120名でした。これに加え二次募集で10名弱の追加募集があり、来春は近年にない研修医数となることが見込まれます。一見これで医師不足解消に向けて十分な数が確保できたと誤解される向きもあります。しかし今後も毎年継続的に120人が新潟県内の初期臨床研修に加わり、これ以降の現役世代の医師の流出入が均衡しているとき、リタイアする医師数を毎年 X 人とすると、半年のプラス分は 120-X で、したがって120人の新規参入があっても年間不足陽性数109人を確保し、医師偏在解消を目指すには毎年全県で X イコール11人しかリタイアできない計算となってしまうんです。均衡を取るには。グラフ1、お手元に配らせていただいて、この年齢階級別医療施設従事医師数、これをご覧になっていただきますと、新潟県福祉保険年報に基づく2002年と2018年の12月31日時点の年齢階級別はこの資料になります。まず2018年のグラフ、黒ですね、だけを見ると、年齢とともに医師数が増えるという印象を持たれることと思います。しかし2002年のグラフの5歳階級ごとのバーを16年右に移動して比較すると、各5歳階級で時間経過による増加はほとんど見られない。むしろ2002年の30から49歳の中堅の医師集団2069人をその16年後に近似している2018年の45から64歳の医師集団と比較すると微減すらしています。また2018年の30から49歳の中堅医師数との比較では、16年間でこの世代は388人も減少していることが分かります。したがって同年齢集団で見れば、時間経過に伴う流出入はほぼ均衡、卒業後新規参入する医師数は年々減少する傾向にあったと推定されます。何を申し上げたいのかといいますと、若い人、医師を確保しようやっていただくのは大変ありがたいんです。ただところによっては、特に新潟県においてはこの年代世代別によってはごっそり抜けてしまって、長い目で見たときに、中長期的に見たときに、
なかなか立ち行かなくなるということが大いに今懸念されているところなんです。梅谷君、時間が来ましたので、はい、分かりました、終えてください。そういう意味で、この問題意識について最後大臣の ご所見をお伺いさせて、時間過ぎてますので、大臣受け止めということで、これで終わりということでお願いを申し上げます。ありがとうございました。梅谷守君の質疑は終了いたしました。では次に長